な巨人たち。ゲームを用意した。この俺を殺すゲームだ。その命を取れれば当然そこでゲームセットだが、もう一つだけゲームを終わ、この国に潜む反逆者および国民を裏切った元王族ども全員を君らが仕留めた場合だ。やるかやられるか、お前らが助かる道は。なんだ今の、ムカつくな。ビンゴ、でんでん虫か。誰からだ。ロビンか。王の大地ってとこらしいが、面倒なことになってきたな。誰と一緒にいるの。トラオと兵隊だ。兵隊も人間に戻ったぞ。あれ、兵隊どこ行った。戦士リュウェカ、無事だったか。さっきまで兵隊さん、人間に戻ったんでしょ。何言ってんだ。あの兵隊がお前の父ちゃんだったんだよ。よかったな。いいかレベッカ、まず俺が必ずドフラミンゴをぶっ飛ばす。分かってんのか麦わら屋。今ドフラミンゴを撃てばスマイルを失うカイドウのイカれる四皇と。そんな先の話後でいい。この国のドフラミンゴ。鳥かごはゆっくりと収縮を続けている。中にいる人間を皆殺しにするために。そうなる前にドフラミンゴ、この戦いにケリをつけるぞ。ねえ、王宮に向かおうよ。お父様もそこに向かってる気がするの。
おい、なんだありゃ。我がファミリーに盾つく者たちは俺が相手になろう。石像め、忌々しい攻撃だ。仕方ない、別々のルートで王宮に攻め込もう。僕の敵は任せてくるぞ。続けてルフィ先輩をお助けするべ。俺たちはこのまままっすぐだ。ドフィーのもとへは行かせねえ。くそ、邪魔な野郎だ。これを止めねえと王宮へはいけねえぞ。俺が相手だ、ソプラの野郎。そのどでけえ図体切り刻んでやるよ。本体は必ずこの中にいるはずだ。奴の攻撃をかいくぐって顔面を狙うか。奴の体勢を崩す。お前を倒して俺がゲームを終わらせてやるよ。どけやがれ。工場ぶっ壊せねえだろうが。今の俺は超スーパー。てめえらごときには止められねえよ。よし、あの糸を食い止めんぞ。
反逆者ども、貴様らがこうしている間も刻一刻と終焉の時が迫っているぞ。自由でなんぼの人間様じゃい。までもおもちゃにしたの大剣豪になる男だ。お前とは格が違う。入ったな。集まって挑戦世界、三条無線で消えぬものなし、三刀流奥義、一大参戦大戦世界。本体は必ず一個体に分かれることはない。追い詰めて勝ったつもりか。石さえ死ねれば俺に勝てると思っちゃいないか。覇気をまとえば斬られやしねえ。てめえの覇気が俺の覇気を上回ってたらな。九山八海、
切れぬものなし。三千世界！刃こぼれすら己の恥と思え。の刀剣は黒刀になりうる。刃こぼれなし。